Yukimura らの奮戦により、徳川秀忠の軍勢は足止めされた。だが、関ヶ原の戦いは西軍の敗北に終わる。勝者となった家康は、雪村に黒山への蟄居を命じる。信行の思いを汲み取った雪村は命に従った。事実上の天下人となった家康は江戸に幕府を開き、徳川政権の安定のため豊臣家に臣従を求めた。しかし豊臣家はこれを拒否。ついには徳川家に最後の戦いを挑むべく挙兵する。豊臣家は黒山の雪村に参陣を求める。雪村は密かに黒山を出し、大阪城に入城した。対する徳川は天下諸侯に号令して大阪城を囲む。その包囲軍の中には雪村の兄信行の姿もあった。真田の将、大阪の陣。貫き通すは我が信念。私は雪村様の忍びだから。家康、ただその首一つを取ればいい。どうかしたのか。どうかしたって、周りどこも敵でいっぱいなのに、そんな涼しい顔して。雪村様、まるで綺麗だな。いつだったかこんな桜を見上げたことがある。あの時も胸が高鳴った。ほんと綺麗。この桜、来年もこんな時期に咲くんですかね。ああ、また一緒に見られますかね。ああ、雪村様、最後までお守りします。だから死なないで。大阪城は完全に包囲されているが、だが我らは秀頼様をお守りし戦い抜く。乱世を生きた者の負の意地をここに示す。真田丸は防衛の要、敵も放っては置かないだろう。マジだよ。鉄砲隊前へ。寄せ来る敵を撃ち、真田丸を守れ。
半生を戦い抜いた者の船です。この状況で抗う。諦めの悪い奴はいるもんだ。燃えよ魂！降伏してくれないかね。あいつに救出なんて一緒にじゃない。城内への侵入は食い止められたな。城に大筒を打ち込み揺さぶりをかける。急ぎ準備にかかれ。開門。
敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。弱いか、行け。待ちくたびれたぜ。募集を正宗、今竜となる。殿、お願いです。イナも行かせてください。真田丸への攻撃は陽動だったか。なんだかんだ言っても一流の忍びだわ。
敵将を討ち取ったり、任せよ。お相手いたす。あなたに及ぶものはないな。敵将を討ち取ったり、サナダの戦、あんまり本気だ。本陣にて家康の首を取る。家康様は撃たせぬ。貴様の元へは行かせぬ。来い、雪村。勝負だ。兄上。勝利条件変更。開門。兄上、家康様のもとへは行かせぬ。通してください。そうでなければ私は。雪村、来い、勝負だ。この日が来ることは知っていた。覚悟はできている。お
花と散るはこの雪村の役目なれば。兄上、真田の血を頼みます。魂はこの雪村が引き受けた。雪村私が守っていく。